ボーリー・ソレール作、ナンバーズ・エクレラシーズ、アメリ・ボーリー・ソレールは、カタルーニャ生まれのフランスの画家である、肖像画、人物画を描いた。アカデミー・ジュリアンの創立者、ロドルフェ・ジュリアンと結婚した、バルセロナで生まれた。実家は、スペインやコルシカに住んだ後、1843年から、バルセロナで、絨毯やタべストリの工場を経営していた。母方の実家のせい、 ソレールは11世紀から続くギリシャの貴族を起源とするせいで父親はソレールを経営する会社の名前にし、アメリーもボーリー・ソレールを生徒した。妹に画家になったメイタ・ビューリー・ソルルがいる。バルセロナの画家に学んだ後、パリに移り、アカデミー・ジュリアンに入学し、ジュール・ジョゼフル・フェーブルやトニ・ロベール・フルーリー、ジャン・ポール・ローランスに学んだ。同じクラスで学んだ。 女子学生には、ルイーズ・カトリーヌ・ブレスラウやマリ・バシュキル・テフラがいた。画家として注目されるようになったのは1880年のサロンからで、1885年に3等のメダルを受賞し、1889年のパリ・バンコク博覧会の展覧会では、銅メダルを受賞した。フランス芸術家協会の展覧会には1924年まで出展を続けた。 1891年には無彩色の作品の国際展覧会に肖像画を出展し賞を得た。パリのパサージュでパノラマに設けられたアカデミー・ジュリアンの女性クラスの文献の校長になり、1895年にアカデミー・ジュリアンの創立者のロドルフェ・ジュリアンと結婚した。結婚後も画家の活動を続けた。 作品には1914年のパリの展覧会に出展されたナンバーズ・エクレラシーズと題したフランスの各分野の女性のパイオニアを描いた作品がある。この作品には詩人、ジャーナリストのルシー・ドラリュー・マルドリュス、航空のパイオニア、エレン・デュートリュー、法律家のシュザン・ヌ・グランベール画家のロシフォール夫人が描かれた。1907年に夫が亡くなった後は、 夫の故郷のプロヴァンスのラパ流のシャトージュリアンを整備した。ありがとうございます。